皆さんこんにちは。ゆりんく沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマ・ジョーと申します。この番組では毎回癒しのプロをお呼びして心と体と魂を癒す情報を沖縄で広げ、みんなで晴れ晴れしようという番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。そしてサイマル放送という同時並行放送も始まりました。スマホの場合はアプリのリッスンラジオ、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページから再生してお楽しみください。ではこの後5時までよろしくお願いします。では、一旦 CM を挟みまして、今回のゲストの方をご紹介していこうと思います。それでは一旦 CM です。大丈夫ですか？はい、なんとか。はい、あ、頭真っ白になると思うんです。その時 CM を。あ、分かりました。それじゃあ、読み取って。はい、頭真っ白ですって言うか。あれが、まあ、今 CM 中で。はい、はい。40秒しよう、20秒しよう。次またユリンクを聞いて。あ、ミラクルオラクル日本神話お茶。ノリで決めたんですけどね。ノリで決めたんですけど。さすがです。ふしゃ。ゆりんく沖縄をお送りしております。この番組は心と体と魂を癒す情報を沖縄に広げ、みんなで晴れ晴れしようという番組です。さて今日のゲストの方をご紹介していきたいと思います。ミラクルオラクル日本神話お茶会を主催しております赤嶺やすしさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お越しいただきありがとうございます。はい、はい、はい、ヤッシーアイミ、日本神話お茶会を開かせてもらってます。まあ、月に、ね、2回ぐらいずつ、初心者の方を来ていただいてですね、その人たちの、まあ、興味に従って、はい、お話をさせていただいております。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は来ていただき誠にありがとうございます。こちらこそ呼んでいただきありがとうございます。会って あまり、あ、なんだろう、会ってまだ短いですけどね。はい、何回目ぐらいですか？4回目そうですね。まあでも3回、今日で4回目ですね。今日で4回目。ちょっと僕が主催している、古神道というね、ものがあって、そのワークショップに来ていただいた時にね、はい、いろいろマッチしましたよね。なんか赤嶺さんがやってることになんかマッチして、なんかあ、いいって言って、なんか
いつも来ていただいて、はい、ありがとうございます。2回、ね、ほど古事記ミステリー講座と、あ、はいはい、新婚みそぎを体験させていただきまして、はい、本当に何だろう、お話として、はい、偶話として楽しんでいた日本神話が、はい、本当になんか、なんていうかな、修行っていうのかな、うん、本当に心を高める行があるんだということに気づいて、はい、すごく深くなりました、おかげさまで。あ、はい、そうですか、それは良かったです。僕も古神道の行とかに出会って、もういろんな自分の重たいものが消えてしまって、はい、楽になって、もともとセラピストやってたんですけど、はい、まあなんか心がもうとっても成長したのはね、実はそういう古神道の行だったりするんですけど、もうセラピーいらなくなっちゃったなとか。そうですね、そんな感じです。自分も古神道で会った時に、本当にもう自己啓発とか、はい、ね、スピリチュアルとか勉強したらいらないじゃんって、もう元々 ね、神道の中にあったんだって、うん、すごく気づかされて、はい、すごく楽になりました、うん、なんかいろいろ宗教とかそのスピリチュアルとかその自己啓発とか、うん、こうしないといけないとかこうするのが正しいとかあるんですけど、そういうこれならいい、これならダメみたいな評価とか、うん、許す許さないとか、ジャッジとか結構ない世界で。そうですね、なんかどっかで読んだんですけど、基準は美しいかそうでないか、うんうんうん、それだけみたいな。いいですよね、調和してるかしてないかみたいな。はい、そうですね、調和も美しさですよね。はい、で自分のやってることは美しくないなとか、うんうん、自分で感じたらあちゃーと思ってちょっとね自分の胸に聞いてみて、また生まれ直せばよいみたいなね、都合な、夏物いいというか、そんな重苦しくない世界ですよね。そうですね、緩いですよね、うん、まあ、そういうねご縁で出会ったんですが、はい、はい、一応この番組はですね、心と体、そして魂の癒しっていうのをテーマにしているので、はい、こういうスピリチュアルな方だけでなく、その生態の先生とか、はい、その食事とか、うんうん、そういった体の癒しに関わるその現実的なというか、はい、そういう話もしていくべきだなと思ってるんですけど、はい、まあ、そういう番組なんですけど、うん、まあ、今回はその赤嶺さんをお呼びしまして、まあ、みんなの癒しにつながる話をしていけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。じゃあ早速一応これ聞いてる人って、はい、赤嶺さん日本神話大好きじゃないですか、はい、なんで日本神話が癒しなのみたいな、うんうんうん、でみんな思ってると思うんです。そうですね、いかがですかその辺は。そうなんですよね、特にね、なんでうちなんちゅうが日本神話みたいな、はいはいはい、ツッコミがよくありますね、はいはい、うん、でもまあね、すごく勉強すればすぐ分かるんですけど、ものすごい沖縄とね神話っていうのはつながりがあるっていうのはもちろんありますし、はいはい、まあ自分も実は子供の頃っていうのはガチガチの沖縄の教育を受けてますから、あ、はい、もう日の丸嫌いだし君が代嫌いだし、あ、はいはい、もう正月に親父が日の丸を玄関に飾るって言ったらもう大反対しましたですね、はいはい、もうどれほど抵抗したかみたいな感じだったんですよね、はい、確かに僕もそうですね、はい、それがやっぱり東京の、まあ、大学に行った時に、はい、まあ、大学で戦争時代のですね歴史をちょっとお勉強する機会があって、はい、その時にすごく衝撃的な歴史の授業を受けたんですよ、はいはい、それがやっぱり第二次大戦の頃のやっぱり日本の状況っていうかな、はい、日本はほらアジアに侵略してるっていう、うんうん、話が一般的じゃないですか、はい、でもその時の状況っていうのかな、その時ってアジアって、うん、
その国じゃなくて、みんなヨーロッパに植民地にされてた時代だったんですよね。そうですね、うん、だからあの日本っていうのはその、あの侵略したというよりもその、人たちを、まあ、追い出して、うん、本当にまた戦争負けても現地に残って、うん、その国たちがみんな独立するのを助けている、うん、そんな国なんだよって、はい、だから実はあの日本ってアジアからすごく尊敬されてるんだという話を聞いたときに、はい、もう頭の中でこう価値観がガラ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 って崩れて、はいはい、あ今まで俺が習っていたのは何だったんだろう、はい、でそこから、まあ、自分探しというかな、うんうん、日本探しというか、はい、うん、真実って何だろうってやっぱり、うん、あの勉強するようになって、はい、その中でやっぱ神話っていうのも面白いなって、うんうんうん、勉強し始めるようになったのがきっかけでしたね。なるほど、はい、それで自分探しっていうのは、はい、常に不安がつきまといますよね。そうですね、自分が何者なのかじゃないけど自分はこれで OK だっては思ってないわけですね、はい、自分探しの途中っていうのは、うん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 、まあみんなそうかもしれないですけど、まあどうでしたその後。その後ですか。実はあの密教、まあ、仏教の密教系のですね、はい、宗教も20年以上やりまして、はい、もう散々時間とですね、はい、お金をつぎ込みましてですね、はい、救われませんでしたね。あ、はいはい、うん、本当にそうけど本当にさすら時間いろんなだから自己啓発も行きましたし、はい、もう迷って迷って、うんうん、すごかったですね、はいはい、でも本当に何だろうやればやるほどこれでいいのかなって、うん、はい、やっぱり迷いが増えるばかりですね、うんうん、やっぱり答えというかですね、うんうん、何かに自分の求めるものっていうものは絶対に見出せないですね、他の外には。そうですね、うん、僕も自分嫌いが高じてですね自分嫌いもう自分大嫌いだ、はい、僕こうやって笑ってラジオを撮ったりしてるんですけど、自分の笑顔って絶対気持ち悪いはずだと思って、うん、あの鉄仮面のような人間だったんで、自分嫌い、じゃあどうしたら自分は人と同じように楽しく生きれるんだろうっていう道に入り込んで、うん、まあいろいろ僕も勉強しましたね、何百万かかけましたけど、はあ、その自己啓発だとかね、はいはい、セミナー宗教は入ってない、入らなかったですけど、まあ、外から勉強するのは小さい頃から好きだったんで、うんうんうん、まあ、でも外から眺めるだけの方が楽しいっていう、まあそんな入るつもりはないですけど、その僕は自己啓発とかにだいぶお金使って、うん、いろんな勉強しましたけどね、その結局見つかった答えがただ一つありまして、はい、やっぱり自己啓発とかその宗教もかもしれないんですけど、ごめんなさい、ね、宗教のことは僕は分からないんですがあのコンテンツですよね、はい、教えるものがあるんですよね、うん、あのセミナーも本も宗教も何か教えてもらおうと、うん、そして僕助かろうみたいなあの感じだったんですよ。まあ僕は受け方がそんな感じだったんですよ、うん、だからあちょっと今回のセミナー受けたけど、うん、なんかまだ自分は OK じゃない気がすると、うんうんうん、また次のセミナー、うん、高いけど、うん、行くかみたいな感じでね、はい、そうやってハマっていったんですけど、結局、まあ、散々やったっていうほどでもないんですけど、はい、まあ、途中でコシントにあったんで、そのなんとなく見えたものがあったんですけど、分かったことはですね、うん、自分の中から出てくるものに全ての答えがあって、でそれがまた当然であると、うんうんうん、いうことが分かったんで、うん、まあ、その後も勉強はいろいろしましたけど、勉強のスタンスは変わりましたね、うん、そうですね、自分は OK なんだけど、うんうん、さらに良くなるにはどんなものがあるかなって言ってセミナーとか受けるようになったんで、はいはい、全然苦しくは なくなって、はいはい、そうですよね、自分を否定するものがあるときついですよね、うん、きついですね。だから自分も前、はい、トーマさんがね
大きな借金があったって話があったじゃないですか。ありましたね。実務は自分もあったんですよ。え、マジですか。東京大学行って帰ってきた時に、はい、家に結構多額の借金があるのが分かって、はい、しかもどうやって返すのって聞いたら、うん、なんとかならさみたいな感じだったんで、これはやばいって話ですね、はい、もう自分長男だったし弟も3人いたんで、自分がなんとかしなきゃって背負い込んじゃったんですよ、はい、あ、そうですか。それでもうすごく、はい、大変な思いをしたので、はい、トーマさんの話聞いてもすごくわかる。あ、そうですか。借金ってもう命もね削りますよ、ね、削りますほんと。いや、その時にその支えになってくれたのがその仏教だったので、はい、それはそれで感謝しているんですけど、うん、そうですか。本当に自分が幸せになれるかって言ったら、うん、やっぱりある時本当にこう、うん、もう行き詰まってしまったんです完全に、はい、ある時本当に目の前でこうガラガラガラって全てが、はい、あのゲシュタルト崩壊っていうから崩れていくのがあったんですよ、はい、今まで自分が信じてたのが全部幻想だったっていうのをすごく気づいて、はい、結局自分の中にあるこの信仰心とかな、はい、思いとかそれが叶ってただけなんだなって、うん、だから神様仏様に委ねるっていう、誰かに頼るとか、はい、自分を任すっていうのは間違いだったっていうのはそこですごく気づかされたんですよ、うんうんうん。見てますか、はい、すごく親近感、シンパシーが、はい、ありました。あの、まあ、すいませんね、あの赤嶺さんお呼びしてるのに僕、いっぱい喋ってるけど、いえいえ、あのちょっと僕のお話なんですけど、はい、あの僕あの、自分がダメだと思ってたんで、うんうん、あのとにかく人より絶対に劣ってる人間っていうのを信じて生きてきたんですよ、はい、若い頃。だからどうしようと思って、どうしたら自分の心をコントロールできるかっていう、そういう心理学をですね、はい、20代前半から独学で勉強して、うんうんうん、10年以上やってると思うんですけど、まあ、結局そのセラピストになるんですね、僕はい、なったんですよ、うんうん、それであのいろんなね、あの心の重たいものもすごくいっぱい解決できたんですね、うんうん、そういう技術を使って、はい、あ、それこれ素晴らしいなと思ってね、人にもやっていくことができましたけど、うんうん、まあ、その時にね、あの、ま、古神道というものに出会って、何だろうと思って、うん、ちょっとあのよく言葉は聞いてたんで、何だろうと思ってね、ちょっとその世界のことを少し、なんていうかな、ちょっと聞かせてもらったときにですね、一気に、なんだろう、30年ぐらい背負ってきた荷物が一気になくなったんですよ。あの、何かっていうと、その古神道の、その教義とかはないと思うんですけど、うんうん、あの、日本人だからなのかわかんないですけど、軸がぶれてはいけないとか、はいはいはい、あの、ありますよね、そういう話が、はい、で軸がぶれてる私はダメだと、うんうんうん、どうしたらあの人みたいになれるかしらとか、まあ、自己啓発の世界とかね、そういうのもありますよね、はい、そういう話が、うん、でつい自分もそれに当てはめて考えてしまうけど、まあ、その考えはそもそも救いのない話で、あの人間なんだから、うんうんうん、あのブレるのは当たり前じゃないですか。そうですね、うん、あのマシンじゃないんで、その人間である以上環境変わりますよね、はい、で世界というか日本で大事件も起これば、なんかあのその経済の影響で生活が変わったりとか、もういろんなこと起こりますけど、うんうん、世界でいろんなこと起きてるのに自分がそのままで荒れるはずもないんですが、はい、ちょっとブレたら、うん、それが許せないじゃなくて、ちょっとブレてもいいんじゃないのみたいな、うんうん、でちょっとブレてもいいんじゃないのじゃなくて、うんうん、ちょっとブレてもいいでしょ元に戻れば、うんうん、っていう考え方ですよね、はい、だからブレたらダメっていうのはもうそこでその自分を否定していて、うんうん、であのいや人間だしブレるっしょみたいな、でも元に戻ればいいんじゃない、うん、これが日本人の考えで、うんうん、だから
なんか罪を犯した政治家とかが急ぎも済みましてとか言ってまた出てきたりしてやるんですけどね。その考え方、基本的に人を人として許してるんですよ。そうですね。捉え方ってすごく温かい話ですよ。それで僕はね。そうですね。日本の神話自体がすごく自然の中からそのまま出てきてるじゃないですか。はい、例えば太陽をかたどったのがアマテラスだし、で風をかたどったのが風神だしっていう感じで、本当に自然発祥なんですよね。だからありのままを神様として見てるし、でその自然も神様だし、で自分たちもまたそれぞれが神様、はい、そうですね。でお互いみんな神様だから、はい、みんなお互い様だし、そうですね、譲り合って助け合って、はい、協力し合って生きていく、はい、それが本当に美しい、ね、はい、あり方だなって思うんですよね、はい、その通りですね、うん、だからそれが当たり前にあった日本人、はい、だから自分も古神道で気づいたのが、はい、日本人ってもともとすごかったんだっていうことにすごく気づいたんです。だから何もよそからのものを言える必要なくて、もともとの日本人に戻ればそれでいいんだよっていうことがすごく腑に落ちたんですよね。あ、なるほどね、うん、はい、確かにいろんなね、あっちから来てる、こっちから来てる、流れてきてるって言うけど、うん、この日本という大陸の中で、うん、日本人が本当にこの、ね、ナチュラルな自然のながら、神ながらに、うん、本当にね、全てを神として生きてきた、はい、この美しい心、うん、ね、それを残すために神道ってあるわけで、はい、他の宗教が入ってとか考え方が入ってきたから、うん、神道って言われるだけで、はい、本当は、ね、元の日本人の生き方に戻るだけっていう、ただの生き方風習じゃないですか。そうですね、うん、だからそれがに戻ればいいんだって気づいた時にすごく楽、はいはい、なんか、うん、探し回らなくても、うん、ね、大事なのは足元にあるよっていう話は聞いたことあるんだけど、うん、いや本当にそうだったなと思っていらんしみたいな、本当にそれが起こるんですよね。そうそう、もともとあるしみたいな、うん、へえみたいな、ね、七五三とかも、はい、ね、この風習とか残って、風習だけ残ってるけど、うん、あれは何でか知ってます？なんで七五三あるか、うん、あ、ごめんなさい、わからない。あれはですね、はい、子供って、はい、人間じゃないんですよ。日本では7歳まで。なんすか？神からの預かり物って考え方なんですよ。え、本当ですか？そうなんですよ。だから3歳、7歳、5歳の時に、はい、ここまで大きく育てましたよって神様に報告に行くんですね。え、マジっすか？そうなんです。それが七五三なんですよ。いい考え方ですね。ですよね。だから、ほら、日本って外国に比べて子供を大事にする、うん、大切にするっていうのは、それが元なんですよ。なんか、僕が聞いた話ですけど、はい、アメリカかな、わかんない、ヨーロッパなのかわかんないですけど、うんうん、依存しないように、独り立ちできるように、小さい子でも別の部屋で寝かすとかね、はいはい、聞いたことあって、うんうんうん、で川の字で寝るっていう日本人のこの言葉聞いて、うんうん、はい、なんかね、泣いた人がいたらしいですよ。多分優しいとか感じたんじゃないですかね、わからないですけど、はい、だから本当にね、日本人ってなんか今は風習だけしか残ってないんだけど、はい、その元の魂からなんてこうなったかって思い出すだけで、うん、本当に元の素晴らしい日本人に戻れる、はい、だから何も勉強したり修行したりするだけじゃなくて、はい、ただ知るだけで日本人ってすごくなれると思うんですよね、うん、普通にすごいと思うし、はい、うん、なんかおっしゃってることはよくわかります。すごいってなんていうのかな、別に知るとすごい人になれるということではないんですよね、うんうんうん、あれなんですよ、その自分がどこにいて、うんうん、自分がどんな人で、うんうん、なんていうかな、その
根拠もなく自分はこれでいいとか、うんうんうん、あのまあもちろん自分だけじゃなくなっていきますけど、はい、その人に対してはどうあるべきだとか、うんうん、いろいろあると思うんですけどね、はい、あのねオールオーケーになれるんですね。あの自分をその自分がどこにいるか分かれば、うん、そうですね、うん、でも分からないとどっかに探しに行くしかないし、うん、白黒で決めないとね、あの白黒的な考え方になっちゃうとかね。あそうですね、ちょっとねうまく言えなくてごめんなさい。いえいえ、うん、でも本当にあの、うん、自分がどこに立ってるかっていうことをね分かるっていうのがまず大事だと思うんですよね、はい、だからすごいっていうのは自分的にすごいっていうのは要するにもう別に探さなくてもいいよねって思うんですね。もともと持ってるよね実はっていうことで、はいはい、何も実は迷う必要なんかなかったっていう意味のすごさですよね、はい、だから、うん、だから日本人は日本人を教えられてないっていうのを思うつくづく思うんですよ。でもそれをちょっと伝えるだけで、はい、みんなびっくりして、あの、ね、目がキラキラしてもらえるのが嬉しくて、はい、いつも話してるんですね。だから、はい、いつもだから自分もお茶会で最初に必ず聞くのが初めてだったのね。日本っていくつ知ってるって聞くんですよ、はい、えって言うんですね、みんな。あ日本ってできていくつだろ う, そうです、ねね、日本人だよね、いくつってか知ってるって言って聞かない。いや、日本って国だけど、うん、日本の最初の王様って誰か知ってるって聞いたら、うん、え王様っていたんですか、国だからいるよね、最初の王様って、うん、建国ね。そうそうそう、建国って誰が何した人なの、うん、とか、日本で一番大切なお祭りって何か知ってるとか、うん、で聞くと、で、みんなえみたいな、はい、顔をするんですよね、はい、だからそれは一つ一つこう伝えていくだけで、うん、本当にえってこう、うんうん、自信っていうかな。あだから日本人って必要以上にあの自分って低いって思っていると思うんです、うんはい、だけどそれを知った時にあ日本ってこんなに素晴らしい国で、はい、その中にいる自分ってもう本当に幸せなんだなって気づいてくれる、うんはい、やっぱり常に実は幸せだってな存在なんだって気づく、これも多分癒しだと思うんですよね、はい、うん、僕今聞いてちょっと思ったんですけど、はい、あの世界で一番古い国っていうのが日本ですね、はいはい、あの一度も断絶 したことなく、うんうん、民族ごと入れ替わったりとか、はい、あの侵略されてね追い出されたとかそういう経験もなく、はい、ずっと一つの国として存続してきた国が実は日本ですよね、はいはい、であのそれを知ったからその自分が救われるとかそういうことではなくて、はい、逆にそれ教えられてないのおかしいよねってなるんですね。そうそうそう、それはあの普通はあの歴史の、うんうん、国の歴史の授業の初めら辺で教えてもおかしくない話を、はい、教えられていない民族ですよ。そうですね、うん、だから別に日本が別に新しくてもいいですよ、うんうん、でも教えられてないっていうことだけことが問題で、うんうんうん、あなたたちはこうやってできた国の人なのよと、うんうん、で今建国して何年なのよって教えたら心って安定するんですよ。そうですね、あそうだったんだ、はい、それだけでいいですよね。うんうんうん、ちなみに何年でしたっけ、僕まだ覚えてない。ちなみに建国何年でしたっけ。2678年です、ね。あ、2678年。はい。2678年だそうです。はい。すごく古い国なんですね、実は。はい、紀元前660年にできた国ですね。うん、そうそう、はい。あの、バチカンが2000年だから、はい、あ、そうそう。バチカンがですね、はい、その戦前かな。はい。あの日本にいるキリスト教の信者に向かったかな、はい、靖国神社の参拝をしなさいと言ったことがありました。へえ、あれは、はい、キリスト教よりも上なんですね、この日本の歴史っていうのは、はい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 、それで極めて宗教的ではあるけど、はい、その神社っていうのは宗教じゃないんだよと、うんうんうん、まあ、一応お父さんお母さんあのそのおじいちゃんおばあちゃん
ご先祖様に手合わせるのが一応どこの国でも当たり前だと思うんですけど、はいはい、まあ、それの延長なんですよね。そうですね。で極めて宗教的ではあるけど宗教じゃないと、うんうん、あのなんて言ったか忘れたんですけど、はいはい、日本の心だみたいな、うん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 、あれはあのそのやってしかるべきものだと。そうですね。バチカンがですよ、あの、うんうんうん、あの権威を保たないといけない、そういう組織そういう組織が全然ね、そういうメッセージ出されてたらしいですよ。沖縄で言えばね、あの右岸寺がの延長が神社ですからね。あ、そうですね、はい、神社って本当はね、はい、そういうものですよね、はい、なんかつい始まってからずっと熱く語ってしまったんですけど赤嶺さんが何してるんですかとかそういう話も聞こうと思ってなんか結構わーっと話しちゃいました。そうですねじゃ一旦 CM 行きましょう。すいません、 CM 行きます。わーっと話してしまったな今日は暑いじゃないですか。暑いですね。面白いですね。何者かわからないから濡れる。そうですね。あ、そうだ、最後ら辺にですね、はい、あの告知、はい、告知とかしてほしい、なんかしたいことがあったらしてほしいんですけど。あ、はい、覚えてます、次のお茶会に行って、今週の土曜日ですね。今週土曜日、今週土曜日の7時から、あの朝とんの方でお茶会を、一人その来てくれた人にあの興味に従ってお話しして、ちょっとカードのセッションを、うん、ショートセッションを入れながらやってますね。じゃあ、まあ最後ら辺ですね。はい、それ聞きましょう。はい、次に一応そうだな、あの日本のことバーッとやっちゃったけど、うんうんうん、まああとオラクルカードのこととか、なんでそれやってるとか、あのいつも何してますとか、そういうのも聞きましょうね。あ、それつい聞くの忘れた。別の興味があるところみたいな感じですね。あ、でも面白い、面白い、面白い。でも本当に日本と面白い国なんですよ。めちゃくちゃ面白いです。面白いです。本当に面白い。江戸時代に水道があったからね。江戸時代水道あったんですか。あと30秒くらいでし。はい。よし。大塚健二さん。あ、じゃあとりあえず曲からいきます。BGM から。ゆりんく沖縄を、お送りしております。この番組は毎回癒しのプロをお呼びして、心と体と魂を癒す情報を沖縄に広げ、みんなで晴れ晴れしようという番組です。本日のゲストは、ミラクルオラクル日本神話お茶会主催の、赤嶺康さんです。では後半をお届けしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいませんね、あの前半はつい熱くなってわーっとね、したい話ばっかりしてしまったんです。普段どんな風な活動されてますか。そうですね、普段はまあサラリーマンやりながらですね、はいはい、月に、まあ、2回ほどお茶会を開かせていただきなったり、はい、あのまあ、個別にね、うん、あのセッションを希望される方がいたらそのセッションをさせていただいたりしています、はい、あとは本当に、うん、そうですね、あとはいろいろまだ実はあのお茶会も今度11回目なんですけど、はい、まだ今年本当に始まったばかりなんですよ、はいはい、なんかまあいろいろとね、いろんな、うん、あのセミナーとか行ったり、はい、会合とか行ったりした時にこう日本の神話を話した時に一番いい顔してるよって言って言われて、はいはい、ここでやんないみたいな感じで落読の教室に通ってたんですけど、はい、そこでうちでやんないよって空いてるしって言われてあ、やっちゃえやっちゃえみたいな感じで、その時にまあオラクルカードも使うし、はい、なあ
ミラクルオラクル日本神話の世界とかどうとか言われて、あ、面白いねって言ってじゃあ採用って感じで、よくこれでなんか抵抗なく、ね、赤嶺さんやるよねとか言われて、うん、それで始まったのが実は今年でして。 あ、そうですか。はい、ミラクルオラクル日本神話お茶会、僕も参加させていただきましたけど、はい、大変素晴らしかった。ありがとうございます。と思います、本当に。いや、ありがとうございます。実はすごく勉強になったっていうのも当然あるんですけど、感激が結構ありました。あの、日本神話マニアどんどん出てきますね。あ、神話のこと すごいですね。いや、でも調べてるともう楽しくって、はい、もう日本の神様が、はい、もう面白いんですよあの、本当にさすが3000年も続いてきた国の、あの神様たちの話だなって。超したたかだし、はい、あの面白いし、ちょっと間抜けだし、はいはい、本当に人間味あふれてて、ちょっと面白いんですよね。もう人間味あふれてますよね。そうですね、はい、すごいですよね。そうなんですよ。だから特に最近熱いのが大国主の神様なんですよ、はい、あのね、あの七福神の中に大黒様と恵比寿様っていう、あの神様がいますけど、はい、その大黒様がもともと大国主の神様って言って、はい、あの日本で最初に王様になった神様なんですね、はいはい、だからその神様を巡る、あの女神の名案っていうんですかね、はい、が最近とても面白くて、はい、あの稲葉の白ウサギっていう童話があるんですけど、はい、案外沖縄の子は知らないので、これ超有名なね、はい、あの話なんですけど、要するにあのウサギが、まあ、日本神話の中でウサギがこう島からあの陸に渡りたいって思った時に、うん、はい、あのどうやって渡ろうかって言った時にこう、ね、そこら辺に通りかかったサメに声をかけるんですよね。そうそうそう。そして、何匹いるんだいって尋ねたら、分からんって言うから、じゃあ俺が数えてあげるから、こっちから、この島から向こうの陸に向かって並んでよって言うんですよね。はい、そして、その数を数えるって、で並ばすと。そこの背中を越えて陸に渡ろうとして、して素直に渡ればいいものを、うん、途中でへーへー俺騙されたなって言っちゃったもんだから、はい、サメに怒りを買って皮を生皮を剥がれちゃうっていうね、はい、間抜けなあのウサギの話ですよね、はいはい、でそこにまあそういう悲しい間抜けな、うん、ウサギが浜でしくしくと泣いてると、はい、八十神っていうね意地悪な神様たちが、はい、あの、ね、そう訪れて、はい、あの、で海のね、水で体を洗って風に当たってたら治るよって嘘つくわけですよ。そうですね。そうそう。でしてウサギはもうかな、もう真似してやったらもう余計痛みがひどくなって、うん、そこにあの通りかかったあの大国主がね、はい、あのちゃんときれいな水で体を洗ってあの薬草にね、あんで体を包んで寝たら治るよって言ってそれで治ったと、はい、でという、まあ、お話なんだけど、まあ、それだけじゃなくて その時にじゃあお兄さんのたちの八十神と一番弟である大黒様がなんでそこを通りかかったっていうかっていう話なんですよ、はい、実はあの出雲の方に、まあ、住んでたんですけどね、はい、そこから稲葉の方に、うん、あの八神姫といって、はい、とても美人な女神様がいるから、はい、みんなでプロポーズに行こうぜって行くんですよ。あ、みんなでプロポーズに行ったんですか。そう、求婚しに行くわけですよ、はい、で、あのこの八十神たちとあの大国主は兄弟なんだけど、はい、あのなんていうかな、異母兄弟なんですよ。だからすごくいじめられてて、はい、だからこき使われてて、はい、あの大国主もみんなの荷物を背負わされて後からとぼとぼついていったんですね。で、あの 兄の先について八神姫に求婚するわけですよ、はい、で後から来たあの大国主はこの稲葉の白ウサギを助けた時に、はい、あのこの八神姫はきっとねあのお兄さんたちの求婚を受けないで優しいあなたの求婚を受けますよって予言されるわけですよ。そうですね。そこで、まあ、実際行ってみたら
お兄さんたちが振られて、うんうん、大国主が選ばれて、はい、めでたしめでたしっていう、これが童話のお話なんですね、はい、でも実はその続きがあるんですよ、はい、グリム童話なんかでもね結構いい話だけど、はい、その続きをまで聞いたら超ダークっていうのあるじゃないですか、ね、隠されてるんですね、そう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 、実はその後がそこがまた面白いんですけど、はい、で大国主はがOK もらった時に何が起こったかっていうと、はい、お兄さんたちの神様、八十神は意地悪な神様ですね、もともと。もう殺意を抱くわけですよ。ああ、はいはいはい。はい、そして、はい、大国主を実は何度も殺すんです、ね。そうですね、何回か死んでます、ね。そう、何回も死んでるんですよ。でも、まあ、神様の世界の話だから、はい、お母さんの女神が天界の神様のところにお願いに行って、何度も生き返らせてもらうんですよ。はい、でも、もうさすがにまずい、やばいだろうということで、はい、根の片す国って言うと地下の国に逃がすんですよ、はいはい、大国主を、うん、で大国主は、ね、せっかくプロポーズ受けてもらったのに、うん、そんな仲を深めることもなく、うん、もう散々いじめられて、はい、地底の国に逃げるんですね、はい、そこで出会ったのが何だっけ、スセレビメ、スセレビメっていう女神様なんですよ、はい、一目で恋に落ちるんですね、うん、あそう、そしてそしたら、まあ、思わずプロポーズするわけです、はい、ね、さすがもう古代の神様は情熱的ですよ、ね、そうですね、そしたらスセレビメはだったら私のお父さんに会ってって連れていくわけですね、あ、はいはい、そこで引き合わされたのがなんとスサノオなわけですよ、あ、そうですね、もう神話中最大の雲幕にして、そうそうそう、暴れん坊の神様がお父さんなんですよ実は、はい、でそこで大国主が、うん、まあ、求婚したと言うと分かったと言って、はい、じゃあここで寝ろって言って、うん、毒蛇だらけの部屋にここで一晩寝ろって寝かすんですよねおいおいみたいな、はい、でそこでじゃあ終わりかと思ったらスセレビメが出てきて、はい、この布を3回振ったら蛇は逃げますからって、うん、それで難を逃れるんですよ、はい、そしたら無事に出てきた大国主びっくりして、じゃあ今度スサノオじゃあここで寝ろって言って、今度は毒虫がムカデとか毒虫だらけの部屋で寝かすんですよ、はい、そしてやばいとなったらやっぱりスレビメが現れて、うん、布を渡してこれを振って追い払いなさいってやるんですね、はい、あらってもうさすがにねスサノオも同じことは無理だと思って、はい、今度は野原に連れてきて弓矢を射て、うん、この弓矢の弓を拾ってこいって送り出すんですよ、はい、そしてその野原に火を放つんですよもう完全に殺そうとしたんですよ、ね、はい、で火で巻かれてやばいってなった時に、はい、ネズミが出てきて、はい、この穴に逃げ込めと、あ、ネズミ、そう、それで穴の地下の穴に逃げ込んだらそこに弓矢の山あって、それで戻ってくるんですよ、うんうんうん、そしてまあいろいろあるんですけど、でスサノオが寝たところをひげとか髪とか全部柱にくくりつけて、はい、スレビメと手を取って逃げ出すんですよ、でその時に大事にしている弓とか琴とか剣とかを持ってもう家財道具かという感じで持って逃げるんですね。もうやがて逃げ切るっていう時に、はい、もうさすがのスサノオも、ね、追っかけていけないもんだから、うん、諦めて分かったと、うん、この嫁、これを嫁さんにして、はい、制裁にしなさいと、スセレビメを、うん、そして日本の国を治めなさいって、大国主の名前もこの時に送られるんです。あ、そうなんですか、はい、その時に、まあ、もともと大文字って名前なんですけどね、うん、で大国主、まあ、国を治める主っていう神ですよね、はい、名前送られて、この弓矢とか剣とか琴とかいろいろ使ってですね、はい、本当に最初の王様になるんですよ、うん、で そこで、まあ、出雲にで国を建てるんですけど、そこへやってきたのが、はい、稲葉の八神姫なわけですよ。あ、はいはい、ね、そこでわざわざ訪ねてきた、うん、まあ、八神美人の、ね、女神さんですから、うん、迎えて、まあ、子供もなすんですね。子供っていうか子供妊娠もするんですよ、はい、だけどこのすすれびってものすごく嫉妬深いんですよ、はい、でいじめるんですね、はい、だからもう泣く泣く稲葉に帰っていくんですよ、はい、でその途中で実はに子供を産み落とすんですけど、はい、それを木の枝にかけて稲葉に帰っちゃうんですよね、うん、だから片方はあれですよね、すすれ姫は
ね、あの自分のね旦那夫を国王にまで押し上げたね、まあ今よりはあげまんなわけですよ、はい、だけどこの八神姫はね最後は不幸な目に遭ってしまう。この差って何なのって思ったわけですよ、はい、でそこで自分なりに考えたのは、はい、やっぱりすっせり八神姫っていうのは反対したんですよね。あの求婚に来た時に私はあなたたちの求婚を受けないって拒否するんですよ、はいはい、でそれであのこの人を選びますってやったもんだから余計事態を悪化させてしまう。ああ八十神の何か反感を買ってる、うん、そう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 です。なるほど。明確に反対してますよね、はいはいはい、対立してるわけですよ、はいはい、その結果っていうのがやっぱ不幸な、ね、身の上になってしまう。だけどすせり姫はどうかっていうと、うん、お父さんが寝かすっていう時にお父さんなんてひどいとは言わないんですよ。そうです、ね、わかります。言わないですよ、うん、部屋に閉じ込められたのを助けていくんですね、はい、でやがて手を取れて逃げるんだけど、うん、だから対立しないんですよ。あ、ここでも対立のそうなんですよ。上手なんですよ。で考えてみたらスサノオも、うん、休校に来たらダメだとは言わないんですよ。わかります？そうですね。だったらこの部屋で寝る、そんでも殺すのと一緒だろって思うんだけどそう、拒否はしないんですよ。そういえば、あ、本当だ、ここでもそうですね。そうですよ。あの、与松平坂でも、うん、ね、あの、あ、ごめんなさい、与松平坂って言っちゃったけど、ほら、あの、はい、イザナミ、はい、お前の国のとこ、国の人いっぱい殺すって言ったら、うんうん、イザナギは、あ、じゃあもっと産む。はいはい、ああそっか、千人あのイザナミがね、うん、あの国民を殺すって言ったらイザナギがだったら1500の産屋を建てようって子供をね産もうっていうそういうことですよね。だから対立はしない。そうそう、なんで殺すんだ、ふざけんなっていうのは言わないわけです。言わないですね。いや、それだったらじゃあ僕はもっとみたいな。そう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 対立しないんですよ。そうそう、これはあの神話じゃないんだけど竹取物語もそうですよね。そうですか。竹取物語もあのかぐや姫に向かって、はい、たくさんの人が求婚するじゃないですか。あ、そこで嫌とは言わないんですよ、はいはい、無理難題をね。そう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 蓬莱に行ってなんか宝物を取ってきたら結婚するわけありもしないね、うんうん、言うわけですよ。そうですね。でもそうやって上手にあの自分丸く収まるし対立もしないように持っていく、それが3000年も続く知恵の一つだと思うんですよ。あ、なるほどね、はい、超したたかに現実を丸く収めていくんですよ、日本人。うやむやな部分が多いからこそ、うんうんうん、あの2700、うん、2678年、すいません2678年、はい、も続いてるんじゃないかっていうことですね。はい、そう思います。やっぱり白か黒かでやるとやっぱりね、敵か味方か白か黒かしかないと、もう敵と思えばね徹底的な相手を殺し尽くすし、はい、倒すし、あ、そうですね、そういうやっぱり外交って文化なんですよ。だから大体200年から300年でできては滅ぶできては滅ぶ、うんうんうん、っていうのを繰り返すんですよね、はい、中国なんかできて何年か知ってます？70年ぐらい。そうなんですよ。69年なんです、今年、はいはい、あそこの国もね、あの4000年とか言ってますけど、うん、もうね、あっち民族ごと入れ替わってますから。そうそうそう、本当はそうなんですよ。だから日本っていう こっちの家だとしたら隣のアパートがあって、うん、そこの住民がね散々こう入れ替わってるようなもんなんですよね。あれですか、あ、でも このラジオで言うのはわからないけど、本当の中国は台湾ですか、国民党があれですか。まあ、あの、なんていう、戦前の人たちはそこに流れたということであって、うん、だからもともとほらあのモンゴル人だったり、はい、あの満州族だったり、はい、あのいろんな民族が国を建ててるんで、はい、何が本当ってないんですよ。一時期その時期時期でその地域を治めた民族がいたっていうだけであって、本当か嘘かってもともと繋がってませんから、答えから。みんなもう分断分断で、新しい王朝が建ったら次の王朝は怖いから、反乱されるの怖いから前の結束も見直しにしちゃうんです。そろそろ時間なくなってきたんですけど、はいはい、ごめんなさい、その前にこの大国主の御事もあの出雲の国を国譲りするじゃないですか、はいはい、その時に結局天の神様からね、なんか国返せみたいな感じでした、はい、言われるけど譲れと、譲れと、はい、そこでね大国主の
その一族は、はい、あのなんて殲滅されたりしてないですよね。はい、されてないですね。逆に出雲大社とかね、うんうんうん、あの作ってあげて、そこで神様にしてあげたり、うんうんうん、ちゃんと残してこの天の神様の国作っていくじゃないですか。はいはい、あれいい話だなと。そうですね。実際歴史のあの遺跡なんか発掘しても、はい、その時期に戦争のあったあの痕跡がないそうなんですよ。はい、本当にあの戦いではなくて話し合いで、うん、国同士があの結び合って、はい、一つの国になったらしいっていうのも、なんか遺跡の発掘で分かってるらしいです。あとはあのその西洋の神話とは違って、うんうん、対立構造がないから、そうですね、あのこれは本当に深い、本当はね、大きい意味があるんですけど、うんうん、ごめんなさいね、なんかあと5分なんで。すいません、あのラジオを聞きの皆さん、そろそろね、あの終わりが近づいているのですが、はい、赤嶺さん、ありがとうございます。はい、ここでですね、ちょっと赤嶺さんの方からなんか今後の告知とかありましたらお願いします。はい、そうですね、毎月2回まあ、1回2回ですね、日本神話のお茶会を開かせていただいております。本当にその場に来てくださった方の興味に沿ってですね、日本神話にまつわるいろんなお話をしたり、あのカードのセッションをさせていただく、これも日本の神話 あのオラクルカードがあるので、はい、それを使って、アドバイスをさせていただいたりとかをしています。はい、ぜひですね、お気軽にですね、お茶、もうコーヒーもついておりますので、はい、ぜひお気軽にご参加いただければと。そして少しでもね、やっぱり日本神話が本当にあの、ね、外国でも聖書みたいにね、はい、普通に読まれるようになったら、日本って本当に素晴らしい国に、はい、うん、今よりなおもう外国から本当に羨ましがれるぐらい素晴らしい国となると思うので、うんうん、はい、ぜひあの、ね、あの来ていただいて日本神話に触れてほしいなと思います。はい、自分のことを知ればね、あの心って落ち着くもんですよ。はい、はい、そうですね。はい、ではそろそろエンディングの時間でございます。あの赤嶺さんのその催し物はですね、あの僕のホームページ、ゆりんこ沖縄、ゆりんこ沖縄 .com というホームページがありますので、ゲストさんの情報を載せますから、今の、ね、次のお茶会の話も載せていきますね。はい、よろしくお願いします。はい、では、エンディングでございます。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回パーソナリティはトーマ・ジョーでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。